なんかめっちゃパパパパパパって聞こえたけど、隠れてない?草のやつ。草のやつじゃねえの?かかしとか怪しいな。絶対おとりだろ、これ。やっぱ、ホストあたりの火力がちょっとお得なんだよな、このボンメージ。で、まあ。まあ、ドラゴンや。花火球兵強そう。やっぱ草には、花火とかそういうのいけると思う。侍!侍で壁を作ろう。これじゃない?スタート。なんかあちこちから出てきた。草の中隠れてた。あ、そういうこと。侍頑張れ!あっちも気になるんだけど、火は強いんだよな。一網打尽。ドラゴン?ドラゴン主戦力なんだが、意外と強い。侍頑張れ。うわっ、ドラゴンの生き残りが、なんか、素手で戦いに来て、カンフーしてる、カンフー。あちょー!ああ、まあ、勝ったからいいか。ぶっ飛んでんだけど。ぶっ飛んでんだけど。ぶっ飛んでんだけど。おー、狭いところで戦うんだろうな。だって5人置くじゃん。で、後ろに、ヘビ、後ろにヘビを置こう。あと100しかない。なんか知らんけど、剣士で勝てんじゃない?行け!頑張れ!なんか勢い余って下に落ちてんだけど、みんな。あー、ダメだ!全滅する!あー、違うな、これ違うな。これ違うな。1500!1500ってもうこれ完全にさ、ドラゴンなんじゃないの?ドラゴンと、なんか500で有能なやついたよな。パリ入れのオフ。これだろ。おい、なんか盛り上がってんだけど。盛り上がってんだけど。じわる、じわるんだけど、ドラゴンなんか盛り上がってんな。パリピだな。ウェーイしてるわ。人間焼いてんだぞ。怖いな。これ、これあれでしょ?なんか、やばそうなやつだな。強そうだよ。コスト4200。4200か。なんかやばそうなやつには、やばそうなやつで対抗するしかないよね。行こう。マンモスとゼウス。行け。もう神話だよ、神話。ゼウス死んだ。マンモス頑張れ。マンモスって手名付けられるの?勝った。なんか知らんけど勝った。なんかマンモスずるいな。なんこれ。あ、パリ入れのオフだ。なんかいろんなの使いたいね。ルネサンス。バルーンアーチャー。ハルバード。フェンサー。馬上。馬上総兵。ダヴィンチ戦車気になるけど。馬ちょっと多めに。歩兵置いとこ。
なぜかここに画家がいる。二人。行こう。どうなる？いけ。とりあえず馬が突撃する。行け。あーなんかあんまりうまくいってないぞ。なんか風船膨らんでる。天使いないもん。バルーンアーチャー役に立ってる。バルーンアーチャー役立ってる。あー負けるこれ。さあこれ思ったんだけど、信長なんじゃないの。信長、織田信長だと思うよ。織田信長だと思うこれ。おかえりしずぶり。これ織田信長だと思うよ。これだ。おお、効果てきめん。織田信長だよきっと。でもなんやかんやで銃強いな。おお、あ、信長だったんだ。信長正解だったんだ。